人全然余裕で寝れる。どうですかここの住み心地は。クメにはなれないけどギリギリのラインは保っていた。ギリギリクメことギリメンヨッピーです。いい天気、暑い。これを取りに来たんですよね。暑かったらもう夏です。エアストリームです。僕のね、知り合いの家族にね、このエアストリームに実際に住んでいる家族がいてるので、キャンプとかで使うんじゃないんですよ。もう住んでるんですよ。これはね、ちょっとね、撮影させてもらいに来ました。こちらフォルクスワーゲン、すごい自由に生きてる感じでしょ。趣味の世界というか。じゃあこちらのね、トレーラーハウスをね、オーナーさんに解説してもらおうかなと思います。オーナーさん、こちら中古で。中古で500万ぐらい。500万。これ結構状態綺麗な方ですか。状態綺麗。年式も2014年ぐらい。比較的新しい、これはもう基本的には並行輸入。並行輸入。じゃあこういったものを売ってる業者さんが専門であると。そうです。僕の場合は普通の中古車屋さんに頼んで。おー、なるほどなるほど。こちらで指定したやつを並行輸入してます。これはもう動かさないですね。動かさない。牽引免許とかがあれば引くこともできる。引くこともできる。普通車では引けない。普通車は、まあ、ランクルクラスの馬力があれば引くことはできる。これ水道とか電気はどっから。これはもう外部から接続して。あ、これは何ですか。これはもともとアメリカで使うときはここにプロパンガソリン、日本だと規格が合わないからここには入れてなくて、まあ、ここガス。これがガス。これは家から引っ張ってくる。家から引っ張ってくる。これが電気。電気。これも家から引っ張ってくる。こちらアンテナ。あ、アンテナ。テレビアンテナ。これが水道。これが水道。で、これが浄水器。これはプロの業者さんに頼んで。いや、これも全部自分で。あ、ガス管はでもあれよね。ガス管はプロ。この辺は水道とか電気とか、あとこれ下水。あ、これが汚水。汚水はもうそのまま。ガスだけは工事してもらえな関係で、あとはもう基本的にはもう繋ぐだけ。アメリカのアマゾンとかでこういう部品全部買ってきて。あ、これは規格もんじゃないと合わないってこと。合わない。アメリカのキャンピングカー規格のやつがあるから、そういうのを買ってきて。この辺も窓も全部ついてて、全開に開く窓はないんやね。全長で言うと、全長で言うと22フィート。22フィート。6.6メーター後半ぐらい。6.6メーターで、全高が、全高が3メーター弱ぐらい。3メーター。エアコンとかが出っ張ってるから、あの部分ね。で、全幅が2.5。これ引くってなったらもう ETC もギリギリぐらいの。これ日本の法律で引っ張っていいトレーラーの限界サイズ、幅に関しては。長さはもっと長い。じゃあ日本の規格のトレーラーハウスの中では全幅はもう最大サイズ。最大サイズ。アメリカでは一番小さいやつ。アメリカでは一番小さいやつ。ああ、なるほど。日本の狭さを感じますね。このエアストリームっていうのが人気なのは何か理由ありますか。昔から続いてるこのアルミボディで、スタイリッシュなリベット止めなしや、飛行機みたいな作り方。これがリベット止めっていう。リベット止め。ああ、なるほどなるほど。こういうこう昔ながらのデザインがあまり変わらない。でアルミやから錆びないし、耐久性が抜群。あ、普通のトレーラーハウスって言ったら大体樹脂製が FRP 製がすぐ経年劣化で割れてきたり、ここはアルミやから一生も。ってことは外装に関してはメンテナンスとかそんなも特に洗車とかするんですか。洗車は1年に1回ぐらい。1年に1回ぐらい。でもかなりピカピカに見える。ちなみにこれ台風の時とかは結構揺れたりとか。台風の時は揺れるんで、もともとジャッキで支えてるけど、そのジャッキで支えてるだけやったら、まあ風でこう揺れるんで、台風の時やったらまあここと、まあ、こういう地面のアンカーをロープでつないで、ギュッと。そういう時だけつないで引っ張っとく。で、普通の時は外しとっても特に揺れたりとか。揺れたりはしない。なるほどなるほど。はい、オーナーさんはですね、ここに土地をね、まるっと買ってエアストリームをドシーンと置いた感じですね。まあね、トレーラーハウスに住むってね、もう変人でしょ。オーナーさん、ちなみにこれ維持費は。維持費はほぼ何もかからんかな。何ぐらい。修理っていうのは中の電装系であるとか。そうそうそう、暖房が壊れたとか、水漏れとか、そういうのはもう部品の交換する。まあ、そのなんか輸入車ってなんかこう部品代高いイメージやけど、結構部品が見つからなかったりとか。基本的にエアストリームも中身の部品、家電的なものとか水道系の部品とかは全部そのアメリカのキャンピングカーとかで一般的に使われてる部品がそのまま使われてる。ああ、じゃあまあ結構部品自体は手に入りやすいし。安いで、アメリカのアマゾンとかで買える。交換とかは自分でする。交換は自分でする。交換自分でできない人は業者を呼んだりとかも多分できると思うけど、僕みたいにその閉
並行輸入で自分で買った場合は業者とのつてがないから、自信ない人は安田専門の代理店みたいなのがあるから、そこで買う方がいいかもしれない。あ、車両価格は500万で、ここに運んでくるの、設置するのってどれぐらいかかったんですか？運んでくるのとかもろもろで50万ぐらい。あ、設置も合わせて、先言ったガスをつけるとかも入れたら大体50万ぐらい。50万ぐらい。土地に置く場所さえあれば基本的に、まあ、600万前後で置ける。エアストリーム自体は500万っていうのが相場。まあ、僕探した時はもっと安いのもあったけど、安くても、400万ぐらい。あ、その100万の差っていうのは年式であったりとか。年式であったりとか。アメリカってやっぱり国が大きいから、ロサンゼルスの港からこう日本に行くんですけど、ロサンゼルスは例えば反対側でエアストリーム安く売ってても、それ輸入しようと思ったら陸送費で何十万もかかる。あ、結局日本でも陸送費ってちょっと券外れたら6万とかかかるもんね。そうそう、アメリカ横断するってなったら、まあだから安いのは何個でも出てくるんやけど、日本に持ってくるっていうのを考えたら安くていいのっていうのはなかなか見つけるの難しい。ああ、なるほどね。これちなみに最新モデルとかも今も発売はされてる？今も発売されてる。お、新品で買うってなったら大体相場っていうのは、新品やったらアメリカで買うんやったら確かこれで600後半ぐらいやったの。あ、新品も中古もほぼ変わらない。値落ちしない。はい、じゃあちょっと内装の方を見させてもらいます。どうぞ。まあね、ここで生活されてるということで、もちろん土足厳禁で。まずこっちがキッチン。キッチン。ここはキッチン、リビングみたいな。リビング。じゃあオーナーさん身長何センチですか？180で、これだけの天井のヘッドクリアランスがあると。冷蔵庫、これは別付けで置いてる。最初は備え付けの冷蔵庫があったんやけど、もう壊れたからアイリス大山のやつにはめ替えた。この辺のキッチンは元からついてる設備。コンロは二口コンロで、オーブンもオーブンレンジオーブンレンジがついてる。でシンクに、でそっちがテレビはボックス。ちょっと角度をつけて収納もできると。これ換気はどこから？コンロの換気はどこにもないから、ここ換気扇がここ1個しかない。なるほど。こう充満したやつがこう最終的にここで吸われていくっていう。ここで料理するとこの辺がもう油でピッタピタなの。ああ、まあそれはしゃあない。これはもうそのトレーラーハウスの仕様っていうことで、うん、でも結構普通に締め切ってそこ回しとけば煙は出ていくような。全然、まあそれは大丈夫。でもまあ窓が結構あるから。そうそう、いろんなところに窓があって、あとはこれ上が収納。収納。こっちも収納。こっちも収納。一応このカーステがついてて、これがここのスピーカー2つから鳴ると、うん、音楽鳴らせる家ってないもんね。これはサンルーフではなく天窓のような。天窓を開けることはできないけど、これがあるからもう朝とかもすごい明るいし。これカーテンもついてて、こっち下が食器なんかをしまう。ああ、でもこれ立派な、ほんまに普通のキッチンぐらいの収納があって、うん、まあ、ここも収納。収納が割と多い。ここも収納。こんだけでも収納があれば。ここがトイレ、風呂。トイレとお風呂。これも純正の形。そう、純正。水洗トイレ。水洗トイレ。手洗い場もあって、洗面所の下に収納。ここはシャワー。シャワー。これも純正。純正。もう一人入るのにすごいちょうどいいぐらいの。このシャワールーム自体は1メーター四方って感じ。180センチでも全然いける。で、扉の横にダイニングテーブルですね、言うたら。まあゆっくり座るなら4人掛けとか、うん、4人家族で住めるぐらいの居住空間。ここが一応夜寝るときはベッドになる。おお、これが変形して、シングルベッドぐらい。もう全然結構広いから、まあ2人、大人と子供寝れるぐらい。広いは確かに、全然余裕。子供と大人1人全然余裕で寝れる。で、こっちも、こっちはもうダブルベッド、就寝スペースで、サイズ的に言うとダブルベッドぐらいの。このベッドの下が収納。
ここね、その収納がかなりでかい。このベッドの下丸々がもうほぼ収納みたいな。でこう開けてもらったら中にこう衣装ケースなんかが丸々入ってる。確かに高さはかなりあります。ちょっと180センチのねオーナーさんにちょっとここ寝てもらって、頭はついてない状態、足もまあ190センチぐらいあるのかな。寝床としてはもう一人大人が寝れそうな。広いね、結構ね。そう考えると、じゃあ快適に寝るって考えたら、まあ大人4人でも全然寝れるような感じなんですね、居住空間としては。実際にこのエアストリームトレーラーハウスに住もうと思った理由ありますかね。やっぱそのちっちゃい頃からそのキャンピングカー住まいとか言って、やっぱ男は誰しもこう憧れたことがあると思うんです。男のロマン的な、狭いとこでみんな住むっていう、それをそのまま引きずってここまで来て、まあ、実際に叶えたと。で実際その住んでみて不便やなとか思ったことって何かありますかね。洗濯機を置くところがない。ああなるほどそれさえなんとかなったらもうこれだけでいける。今横にね古い家というか建ててて、そこで洗濯を済ませるような状態で、ただこれがないってなると俗に言うマンションのベランダに置いてるような屋外洗濯機のような感じの使い方をしないといけないっていう。まあ確かにそこはね、奥さんからしたらすごい不便な部分かもしれない。まあ意外と あとは雨漏りが多い。雨漏りが多い。ああ。水漏れが多い。天井からの。天井からも漏れるし、なんか浄水からも漏れるし。ああ。それ水関係が結構弱いかなみたいなやつ。それは常に補修しながら。補修しながら。そしたら簡単になんか補修キットみたいな。これもあの市販のホームセンターで売ってるあのシリコンのコーキングで。あ僕結構普通の原始的な感じで直していくと。頑張って埋めていく。ここに500万、600万かけてやったわけですけど、後悔はしていないと。全く。もうこれからも住み続ける。うん、じゃあこれがもう使えなくなったらまた新しいエアストリームを買うというぐらいの。じゃあ最後の質問です。生まれ変わってもエアストリームに住みますか。それは分からん66年式フォルクスワーゲンのタイプ1っていう車両ですね。かなりおしゃれな感じで、エンジンが後ろです。エンジンってやっぱこんだけねシンプルやったんですよね。今なんかすごいどでかいエンジンついてますけど、これこそ本当に走るためだけに作られた車って感じ。もちろんミッションです。このクラシックな感じいいですよね。シンプルで、昔のハンドルって本当に無駄なボタンがついてなくて、今の車やとねオートクルーズコントロールとかね余計なボタンがいっぱいあるんですけども、ザシンプル。もちろんエアコンなんかついてません。まあでもねやっぱね今の車と違って一枚門感はすごくて、でエアコンがない分ここのね三角窓で入ってくる風でねやり過ごすっていうね、こう昔ながらの方法ですよ。オーナーさんシートベルト自分でつけてるんですけど、これシートベルトがないモデルなのでシートベルトしてなくても違反の対象にならないんですよね。はい、ヘッドクリアランスはこんな感じです。手のひらがねそのまま入る感じですね。はい、後席ねこんだけ開くんで軽々乗り込むことができます。はい、膝元ですね、膝元3本指入るぐらい。でもこれねシート結構倒してるんで多分もうちょっとね前行けると思います。じゃあね拳1個ぐらい入りそうな感じですね。意外にねちっちゃそうに見えてすごい狭いなっていう感覚はないですね。ただまあもちろんねここの後ろの後席のヘッドクリアランスは拳1個入らないぐらいですね。これがまあ真夏ってなったらねどんな居心地になるのかっていうのはあるんですけどね。でもちろん昔の車っていうことでヘッドレストもねないです。その分ねちょっとねしんどいかもしれないですけど、居心地自体はね全然悪くないですね。4人で乗れば普通に長距離ドライブ行けるんじゃないかなっていうぐらいですね。男のロマンってやつですよ。はい、今日はですねエアストリームトレーラーハウスに住んでる変わり者ねオーナーさんを取材させていただきました。生まれ変わったら住むかどうかわからないと、まあでもね男のロマンを追っかける上でやってみたい人もおると思うんで参考になればと思います。じゃあ本日の動画は以上です。バイバイ。